デンマークの政治家、軍人。白爵戦争の活躍で彼の名は知られている。ヨハン・ランツァウは、ホルシュタイン公国の伊勢法近くのシュタインブルク城の貴族の子として生まれた。彼の家族は、スレースビ公国及び、ホルシュタイン公国が、デンマーク王室の支配下に入った後に、デンマーク王室の家臣となったが、ヨハン・ランツァウ自身が、デンマーク王室の家臣になったのは、 後年のことである。彼は若い頃、軍務での成功を模索し、将校そして、傭兵の教育を受けた。また、同時に、公爵家にとって、重要な政治アドバイザーとなった。1523年に、クリスチャン2世が、フレゼリク一世により、王位を追われると、ヨハン・ランツァウは、フレゼリク一世の軍隊を指揮した。その後、ヨハン・ランツァウは、広告の知事並びに、 デンマーク王国参事会の一員となり、非デンマーク人の中での最も重要な政治アドバイザーとなった。また、同時に、ホル、1525年にスコーネの農民が起こした反乱の鎮圧は流血を伴うものであったが、この時、同僚と共にルター派を浸透させるために、ヨハンランツァウはルター派に改修した。彼の白尺戦争における軍港は特筆すべきものであった。 敵型のオルデンブルク博クリストファが優勢であるという絶望的な状況にもかかわらず、ホルシュタインの貴族と共に彼はクリスチャン三世を支持した。1534年にはフィュン島で大敗を喫し、屈辱的撤退を経験したものの、同年冬、船乗りクレメント率いる農民反乱を、ユラン半島北部のオールボーで撃破、ユラン半島の挽回に成功した。その後、 フィン島を攻撃、1535年6月11日には、ウクスネビアの戦いで、オルデンブルク博、クリストファの軍隊を打ちまかし、その後、コペンハーゲンを包囲、攻略し、クリスチャン三世の勝利に貢献した。白尺戦争終結後も、ヨハン・ランツァウは、王国の将軍、政治アドバイザーを続けていたが、ホルシュタインの問題に集中せざるを得なくなった。 1545年に、両公国の分離に抗議して、知事を辞任したが、1559年には、リットマール支援攻略の指揮官として軍隊に復帰した。ヨハン・ランツァウの息子のハインリヒ・ヒランツァウは、ホルシュタインの地主であり、知事となり、文化的影響を残した。ハインリヒ・ヒランツァウが書いた父親の伝記が主要資料となっている。英語版に書かれたものであり、 日本語版では直接使用していない。ありがとうございます。